トミさん、こんにちは。こんにちは。着丈についてのバランスとか計算式ってよく載ったある、ね、あのインターネットで、あ、そんだけみんな興味あるんやと思ったから、動画で一回上げてみようかなと。お勉強や、お勉強。はい、だこれはあれで、俺も教わったことやから、通り一遍一遍とのこと言うで、言うたらな。で、基本的には自分ら採寸者っていうのは今もう携帯が変わってんねん。まあ俺らが入社した時っていうのは採寸ゲージ服っていう服あるやろ、はい、あれがなかったんや。ああ、はいはい。ほんでメジャー一本で商売できますよっていうことが主流やったわけよ、もともとのイージーオーダーは。うんうんうん。もちろん今でもメジャーだけでイージーオーダーをやっておられる方もおんねんけど、今はもっとよりお客さんに分かってもらうために採寸ゲージ服っていうのを使ってるやん。そうですね。昔はそれがなかったから、メジャーで全部大体の標準計算式を出すことができたんよ、言うか。で、それって俺ら教えてないやん、みんなに。はい。なぜ教えへんのかって言ったら、俺は基本的にはこの計算式でとらわれるという方嫌いなわけよ。まあ確かにそれはそうですよね。ね。これなんか勉強みたいになってきたんちゃう、書き順めちゃくちゃやけど。ね。ね。これにとらわれるのが嫌やったわけですよ。お出る感じ。あ、もろ。これはいらんかもしれないですね。カットしといて。ね、計算式ね、まあ取られるのが嫌やったわけよ。ほんならな、俺はどういう風に教わってきたっていう話をして勉強してくれたらいいかなと。計算式も俺らは頭に入ってるから、大体人の財布寸法を見たら、バランスで間違ってるんちゃうかなとか、間違ってるわけではないんやけど、標準的な服は作れますよっていうことやねんな。言うたら今日、ゲストに、サブローさんを来てもらってます。これサブローさん、これ人間の形や。でこれはもう骨格やね。だから人間の標準バランスっていう部分はどうできてるのかと。インターネットで調べたところ、ちゃんと載ってるとこもあんねんけど。そうすか。平均的な着丈の長さ。身長を引く。感じのこと言うな。引く。23。この子笑う。23。な、割ることの。2。2。引く3。これは何かというと、総丈っていうのを出すポイントやね。総丈とはこう後ろ向くやん。でここの襟にカラクロスってあるやん。こっからかかと、こっからここまでの長さを総丈っていうやん。はい。ね。はい。まあサブロー君の骨格で言うたら、こっからこの下までを、総丈っていうわけよ。この総丈。これ引くことの23っていうのはどういうことかというと、この頭の数が23ですよってことや。はいはいはい。ネット上では、まあ言うたら、まあ素人用やな、言うたら。自分が身長が167やったら、そこから4引いてくださいよっていう話で、着丈のバランスが出ますよっていうことを言いたいわけやんけど、うん、基本的には総丈割る2やねん。うんうん。うん。だから自分で総丈測られへんから、そういう書き方しはんねんけど、引く3っていうのが多分流行やと思う。そうですね、おそらくそういうことですね。そういうことやねん。俺らが習ってきたのは、俺らが入ってきた時のビジネスレギュラーは、これのちょうど2分の1やって、言うたら半分。もうほんまでもアバウトですよね。そう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 。もう基本的にはこのアバウトの話で。だからうちは、うん、あの教えてないな、あんまり。そうですね。俺が。うん、だから あくまでその見た目じゃなくて計算式や。そうですね。うん。はい。なこの計算式にとらわれてもうたり、例えばネット上で23がほんまですよって書き方してしまうと、はい、それ以外はあかんのんちゃうかと思うのが怖いなだけであって。うん。うん、実質だからそこまでの細かい説明はされてなかった、総丈を出すためっていうのは。はい。ね、じゃあなんもう俺決めつけたるわと、もう全部計算入れたるわってなった時に、他にもあるんで、言うたら、あ、その着丈以外にも計算式が、そう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 。なら例えばちょっと上着脱いでみ、だから俺らはこの上着が脱いだ状態で相手に服作らなあかんかったわけですよ。不安でしょ。はい。うん。採寸ゲージ服というと、仮縫いみたいなゲージ服が、あれば安心してお客さんに勧められる。で、お客さんも分かっていただける。ね。素晴らしい時代になったじゃないですか。で、僕らの時はそれがありませんでした。じゃあどうやって、標準寸法を割り出すねんっていうことですわ、言うたら。今日はヌード寸法について俺が全部説明する。門外不出のあれじゃないんですか。いっぱい出す。俺畳むんです。こんなもんだって、基本的にはでもそれでお客さん満足するからやったらせえへん、できひんねん。まあまあ、やっぱり経験ですよ。なで次は袖丈。はい。ちょっと待って、なんちゅうかな、だらしないからちょっとシャツ入れていいですか。いや、だらしなくない、お前が思ってるほどそのだらしないこれお前の動画ちゃうし。で、じゃあ肩幅は測るんじゃないね。測り方も難しいんだけど、俺らは胸周り、この胸周りあれやん、メジャーで
胸周り、はい、下ろしてください。はい、肩の力抜いてください。はい、こうこうやるやん。で、この胸周りの寸法でサイズ表を見て肩を決めていったやん。はい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 、あ、バストサイズによって、うん、大体長くなるから。あー、なるほどなるほど、うんうん、でも、俺はこういう測り方をすんねん。ここの指先を持って、この先で0の位置にしてねで、こう持つねん。で、こう持って、ここの角からこう持って、こう測る、わかる？ここの腕の角からこう持ってきて、この角と角のこことここの間を肩幅とすんねん。これがもう感性の問題で、大きめやったら大きめでちょっと広、あの、なんていうの、こっからちょっと広げたんで、朝見やったら 42.5 から43やん。ジャストミートですね。大手やろ、俺だってプロやん。ほんで肩幅合わせでよろしいか。はいはい。ほんなら肩幅が浅見くんの場合はね、もうめんどくさいから計算しにくいから44としましょう。はい、雪だけは分かんない。ここの中心にメジャーを当てて、これ黄色の方がいいかな。うんですね。なで、黄色の方がよくて、この肩に乗っけて下ろして、このまま丈を測るわけね。この左右ね、こういうふうに袖丈を決めんねん、お客さんと。まあ、なら浅見が、まあ、大まかで言うと80としましょう、雪丈。はい、ね、左右は80ですよと。うん、ね、でも袖丈、これ今雪丈なわけですよ。そうですね。ね、ここの長さも入ってくる。はいはいはい。で、これも計算式やねんけど、さっき測った雪丈が80、はい、80っていうことは80足すことの3ですよね。はい、引くことの、はい、どいてくれる。はい、すいません。ね、ちょっとサブもちょっと僕はさ、な、これ雪丈80ね、足すことの3センチ、引くことの肩幅割るんやな。はい、これがイコール袖丈ですよ。はい、じゃあこれ実際に当てはめてみると、実際に当ててみると、これだから83になりますよ、これで。はい、肩幅割る2ですから、これ22ですよ。61ということですね。長いなこれ。まあでも僕 60.5 とかですから。あ、お前あれボクサーで言ったら世界だけど、うん、ね、60、これ、ね、まあ大体2やでね、言うたら。ほぼほぼ。これで計算式が出る。雪丈プラス3センチ引くことの括弧肩幅割る2ですよ。これが僕らの頭の中では入ってたんですよ、昔は。今全くないですよね。あ、まあ、もうやらないですからね。下宿があるからね。はい。これ何かって言ったら多分な、肩パッドの厚さやと思う。ここには必ず、今はだからプラス3センチもいらんと思う。肩パッド薄い。ここ。ここの分厚さが、スーツっていうのはこう上着着たらここにこう肩パッドがあるやんか。はい、昔はゴツかったから3センチやね、うん、今薄いから3センチもいらんと思う。いや、もうこれが1になったら59とかになるってことです、ね、そう、うん、いい感じですよ。おー、ありがとう。あおらんこれが袖丈の出し方やったよ。でも俺は違いますよ、計算式に頼りませんよ、頼りませんよ、頼りませんよ。あ、袖丈も、はい、はい、で、袖丈は俺の場合ね、はどうするかしたこれね、1.5 のところで指さすんですよ。横向いて肩パッドをつく。だから今 1.5 もいらんから1センチにしとくやん。この指で捉えて、この肩に置くんですよ。で、ここで測るんですよ。なるほど。まあ、あの、例えばもうこれで俺60ぐらいになるわ、お前やったら。ああ、そうですね、僕60ぐらいになるんですよ、本当に。な、こっち側も押さえて、これがなかなかできないんですよ。はい、やってやらないですからね、うん、もう僕らは。僕も多分できない。1センチのところで、うん、俺の時も 1.5 やったけど、1センチ、今は肩パッドが薄いので、うん、で、あの、大体60ぐらいだから、60、うん、で、これ左右やな。これで確認してきたわけ。やろう。なかなかできないんですよ、これ。なるやろ、はい、だからこれで、あの、慣れてきたら、こっちの方が楽になってくるね。昔、あ、じゃあ、芸術服がない時代はやで、ね、芸術服があったらそれで測ったらええけど、こうやって採寸をする。これが袖丈の測り方やって。でもこれで測られへん人、不安な人は、この計算式であの袖丈の確認をしようって。